ドライエ 135M ドライエ135は、ドライエによって製造された高級車、レーシングカーである。若いエンジニア、ジャン・フランソワによって設計され、1935年から1954年まで多くのボディ形状で生産され、レースでも人気であった。135コンペティションコンバーティブルフィゴニエ・ファラシ、アルパイン・ラリーでの活躍後、クープ・ド・アルプスと呼ばれるようになった。 ドライエ135は今までよりスポーティなモデルとして1935年に登場した。4ベアリングのクランクシャフトを持つ3.2リッターのオフ直列6気筒エンジンは同社のトラックエンジンより流用され、135より落ち着いたロングホイールベースモデルである138にも使用された。ツインキャブによって 95HP を発生していたが、 ダウンドラフトのソレックス3連キャブを持つ 110HP で最高速度時速 148km のモデルも用意された。138にはシングルキャブ 76HP バージョンと 90HP のスポーティバージョンが存在した。135には独立喧か、リーフスプリングのフロントサスペンションとリジットのリアサスペンションケーブルで操作するベンディックス製ブレーキを持っていた。 17インチのスポークホイールが標準装備であった。トランスミッションは4足 MT とコタル式4足プリセレクタが用意された。ボデを供給するコーチビルダーにはフィゴニエハラシ、アンリ・シャプロン、ソーチック、カロセリー・プルートーなどフランスのトップクラスが名を連ねた。3.2リッター版の生産はドイツによって進行される1940年まで続いたが、 終戦後は復活しなかった。135M ロードスター排気量を 3557cc に拡大した 135M は1936年に登場した135と同様にキャブレターの数によって 90hp、105hp、115hp の仕様が用意され138と同様に 135M のロングホイールベース版も用意され148 と呼ばれた。148は 3150mm のホイールベースを持ち、3350mm の7石板も存在した。さらに、従来の135に 2150cc の4、気筒エンジンを搭載した 134N というモデルも用意された。短期間134に戻った後、148、135M、 135MS の生産は戦後再開され、廃棄量格段版である175、178、180シリーズへと移行したが、135M だけは1954年の235が登場するまでは、生産が継続された。1938年12月に登場した168の生産は、戦争により1940年までとなった。 148リットルのシャシートルノービバグランスポーツのボディを使用し、135のホイールベースは3150ミ、mm、リメートルとされたが、これは飛車輪の使用を考慮したものであった。これはルノーによって以前よりドライエが独占していた消防車需要を奪うことに繋がったが、ドライエの抗議によりルノーは獲得した契約を放棄した。しかし、その対案として、 ドライエはルノーから相当数のビバグランスポーツを購入することとなってしまった。さらにこの購入数を少しでも少量に抑えるため、ドライエは168のプリセレクタギアボックスを人気のないウィルソン式を採用することにした。この試みは成功し、さらに戦争の影響もあり168の生産はわずか30台以下に止まった。耐久性があり、速度も出せる168は、 ビバグランスポーツと共に軍隊では人気があった。多くは木炭車へ改造された。135MS コンペティションロードスター135登場後すぐにスポーティなバージョンとして 135MS が追加された。120から 145HP が標準的な仕様であったが、レーシングバージョンは 160HP 以上にも達した。レース、ラリー用として、 最も人気が高かった 135MS は、1954年に、新オーナーのオチキスによって終了が決定されるまで、生産された。MS は2.95メートルのホイールベースだったが、レースバージョンは2.7メートルまで短縮されていた。1951年に235と呼ばれる、フィリップ・シャルボノーによる、新ボディが仮装された1 3 5 MS が登場した。 レーシングカーとしても活躍した。通常の135が1935年のルマン24時間レースで5位に入賞。レース仕様の135は1936年のミレミリアで2位、3位を獲得した。135MS が1937年のラリー・モンテカルロで優勝。もはや球体化していたはずの戦後の1949年の ルマン24時間レースでも9位に入っている。135CS が1937年のルマン24時間レースで2位と3位に入賞。さらに1938年のルマン24時間レースでは優勝と2位4位を獲得。1939年のルマン24時間レースで6位と8位入賞。1949年のルマン24時間レースでも5位、10位に。 入賞している。ありがとうございます。